しあるわ。春うららで有馬記念を制する最終回。最終回にふさわしい一戦をお見せしましょう、皆さんに。渡します。当然。え、これ前ストロー取れないの？え、これ下の手前ストロー取れないの？おい、ちょっと待ってくれ。おい、問題発生した、みんな。問題が発生した。え、これ下の選択肢だと前ストロー取れないの？おい、ちょいちょい、待ってくれ、待ってくれ、待ってくれ、待って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 。待て待て、ちょ待って、ま、おい待って、ちょ。あれ？ちょ待って、おいちょっと待って、おいぐちゃぐちゃなんだけど、ちょっと待ってくれ。これさ、勝てるんじゃない？これ待ってさ、これ勝てるぞ。いや、なんか、え？勝てるじゃん。BDBDDB。デッドバイデイライトバイライトじゃん。何かが起きそうな。今年の有馬は何かが起きそうですね。天気も悪いし、重馬場。番狂わせっていうのはこういう時に起きるんだよな。傘さしてる。へえ。馬娘半年やって初めて気づいたわ。雨だと観客傘さすんだ、ちゃんと。一番人気です。やっぱり分かってんな。緑の悪魔だけなんだけど分かってないの。馬場適性がどうのこうのって。ファンは一番よく分かってる。うららのこのブルマの隠さ、ブルマに隠された鋼のような太ももをね。行こう。いいよ、いいスタート切っていく。綺麗なスタートだね。あ、おさ、重ままだとどうなんの？まずは8位につけてるのか。先頭集団は、そっか、セウンスカイがいない代わりにでっかいワスカーレットか。いいね、チラリと映るピンクの悪魔が実に可愛らしいよ。吸い込んじゃえばいいんじゃないかな。ピンクの悪魔なんだから、グラスマンダーごとで、グラスマンダーになっちゃえばいいじゃん。うわ、めちゃめちゃいい位置、いい位置、いい位置、いい位置。およそ考える差しで一番いい位置なんだけど、さあ上がっていけるか。オモババはパワーいるんだ。あり余ってますけどね。ぶつける相手がいなくて古戦のプロフェッサー。しかも今回は終盤スキル、おい、ぐん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 。ちょっとこの芝適正 D なんだけど、めちゃめちゃ強いぞ。全身全霊も持ってますから、快調な走り。とても芝が走れない。見てるか、緑の悪魔。お前が酷評した春うららが今有馬記念で素晴らしい走りを見せてくれている。さあ、そろそろ先頭集団に追いつくぞ。おい、グラスマンダーが横にいる。ジャブジャブジャブ、顎だよ春うらら。外のいい位置つけてんな。ブロックもされないよ。はい、5位に上がってきて、最終コーナー曲がって、さあコーナー直線スキルと全身全霊をぶつけていく。上がっていく、上がっていく。3位、嘘でしょ。未だかつて見たことない。ここで上がってる。加速しているぞ、加速している。明らかにジェットエンジンが点火している。グラスアンダー抜き去った。おい、で目の前にはでっかいマスカーレットだけ。おい、全身全霊も来たぞ。いけいけ、そのままいけ、そのままいけ、行くんだ、春うらら行くんだ、行け、前には誰もいない、遮るものは何もないぞ、突っ走れ、雨天に咲く、春うらら。熾烈なレースを制して有馬記念で一着に輝く。おい、ここ見たことあるやついないだろうなあ。シニアで勝ったことあるやつはいるかもしんないけど、クラシックでここで勝ったやついないだろう。熾烈なレースを制して有馬記念で一着に輝いたのはなんと春うらら。しかし春うらは自分で走っているとは思えず、楽しくなかったと悔しがる。意識が高すぎるよ、春うらら。意識が高すぎる。いいんだよ、満足していいんだ、満足していいんだぞ、うらら。お前はでかいことを成し遂げたんだぞ。頼むみんな、頼む。
大丈夫、まだ3人いる、まだ3人いるよ。しば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 、しば、絶対来る、絶対来るから。これスタミナだよな、これスタミナだよね。怖すぎる、怖すぎる、怖すぎる、怖すぎる。あ、びっくりした、あ、びっくりした、あ、びっくりした、あ、びっくりした。しー、俺シンパシーなんだが。いや、取れるのもうないよな、だって取れな、私変になっちゃったみたい。どうした、うらら、芝は生えてないぞ。今日のうらら、全身に芝生えてないけど、どうしたんだ、どうした。なんだかね、胸がボワーってするの、熱くって燃えてるみたい。そうだな、みんなも一緒、俺もトレーナーも視聴者もみんな燃えてます。グツグツでそわそわなんだよ。私どうなっちゃったのかな。それはね、シンパシーのせい。シンパシーは同じ気持ちを持つ馬がいる、馬とか人がいることに能力が上がるし、今ここにシンパシーを持つ人間が一人いるじゃないか。それが本気ってことなんじゃないか。本気、そっか、これが本気ってことなんだ。なんだか分かったような気がする。見て、2連覇の顔だ。じゃあこのままでいいんだね。グツグツの私で頑張るんだ。そうだ、蹂躙するんだ。うらら、トレーナー、私一着取ってくるからね。そうして部屋を出ていった春うらの背中はとても今までの幼びた様子ではなかった。もう一発の馬娘よ。すごく厳しい勝負になると、きっと春うららはもう分かっている。出走しただけですごいのだと知っているけれど、彼女は諦めない、俺も諦めない、視聴者も諦めない。そう、最初から誰一人ずっと諦めていなかった。だから一着、いや、二連覇、待ってるぞ。行ってきます。うん。行ってきま、行ってこい、うらら、行ってこい。さあ、今年の有馬は天候にも恵まれ、晴れ、両馬場、フルゲート16人。観客が見たいのは何かな？黄金世代とスペシャルウィークとグラスワンダーの一騎打ちかな？あの歴戦、歴史に残るほどの名戦。あれが見たいのかな？ごめんな、視聴者。今日勝つのは、ピンクの先行、春一番。一足早い、春をお届けに参りました。不屈の馬娘、12枠、春うらら2番人気。無敗2大ダート戦覇者。おい、去年の有馬記念制覇者って書いとけよ。まずは出遅れないように。よし、いいスタート切っていく。いいよ、いいスタート切っていく。いいスタート、前回8馬身で勝ってんかんね。オッケー、パス上手、ちょっと待って、パス上手早くないか。おい、パス上手が早すぎる。どんだけ出たがりなんだ。さあさあさあ、まずは16頭中12位と、いや、若干後ろに位置を構えている。まあ発動しないよりはマシか。うわー、かかってる、まずいまずい。ちょっと落ち着け、落ち着け、有馬は逃げない。いいよいいよ、上がってか、上がってか、上がってか、いい位置、いい位置。そうそう、そこにつけるのが一番いい位置よ。差しは集団の先頭にいるのが一番いい位置。さあ、まずは中盤スキルがしっかり発動していくかどうか。パス上手が早すぎたら、よし、長距離コーナーも出ていく。さあ、ここでスピードを上げていってほしいね。高専のプロフェッサーも出ていく。いいよ、中盤ここで、オッケーオッケー、ここでかわしてってほしいな。グラスワンダーとスペシャルウィークを横目に捉えている。さあ、しっかり並んでる。スペシャルウララになってる。さあ、もう間もなく第3コーナーから最終コーナー、向こう正面に入っている。頼むぞ頼むぞ頼むぞ。まあ団子、いや、前前方詰まってんな、詰まってる、めちゃめちゃ詰まってる。こそろそろワクワククライマックスが来てほしい。ここで多分ワクワククライマックス来ると思うんだよね。差し直線、外に逃げろ、外に外に外行け、外外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 外、よし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 、上がってきてる上がってきてる上がってきてる上がってきてはいる。外のいい位置、いい位置、いい位置。さあ、こっから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 だ。いけぞ、うらら、お前ならいける。6位、全身全霊も来い、ワクワククライマックスも来い、全部来い、全部よこせ。いい位置、いい位置。いや、ちょっとバグにグラスなんだ。お前を超えるために来たんだ。おい、マチタン邪魔だよ、どいてくれ。マチタン全身全霊来い、全身全霊来い、来い、うらら、そのまま行け。グラスなんだを差し切った、やったぜ、よっしゃ、よっしゃ、しゃー、やった、やった。
やったよみんな。いや、涙が出る。やった。やったぞみんな。アーカイブ今ここに見れた人たちだけです。ぜえぜえ、うららよくやったよ。うららよくやった。ようやったよ。お前は最高だ。トレーナー、私おめでとう。一着取ったよ。私じゃなかったよ。いやマジで。涙が出る。すごい、すごいだろう。すごい歓声だろう。ハルララやったな。よくやった。よくやった。う。うららちゃんグス。うお、おめでとう。グスグス、すごいわ、うららちゃん。おー。みんなもしかして泣いてる？え、どうして？うららが勝って嬉しいからだ。嬉しくて泣いちゃうの？もうダメだよ。そうだよな。笑顔のために走ったんだもんな、はるうらら。そうだな、笑おう。うららちゃん。ぐすそうだよな。せっかくのうららちゃんの晴れ舞台だ。笑わねえとな。うららちゃんおめでとう。おめでとう。うんうん。みんな応援してくれてありがとう。いやーマジで。強かったぜ。まさかうららに負ける日が来るなんてな。なあ。そんなこと言って目元赤くなってますよ。強敵だった。最強の黄金世代を全員吹っ飛ばしてやったわ。私強くなったでしょ。強くなった。本当に強くなった。夢見てたよりもずっとずっと。こうしてハルウララは夢の舞台を精一杯駆け抜けたのだった。はあ、やりました皆さん。